モンベツカちゃん、ありがとうございます。すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。おはようございます。今日は2021年12月9日、もうすぐ10時。お部屋のお掃除をしていただく間、お散歩をしてみようと思います。夜ここの通り、なんだっけ、ここ札幌の公園通りか、公園通りイルミネーションがわーっとあるんですけど、ちょっと私は仕事の待機をしてるので映すことはちょっとできそうもありません。はい、なんか至る所でイルミネーションがあるらしいです。はい、全然だってこれダウンは着てるけど、この下長袖の T シャツだし、全然タイツも履いてない感じね。え、怖いですよね、こんなに暖かいってことは。後でズワーンと降るんですかね、わかりませんが。あ、なんかね、あれ、ここじゃないな、なんかこの公園通りの時に大きなネオンの迷路があるって言ってた、そういえば。ここはなんか馬が走るのかな、ポニーちゃんのあれなのかな。まあいろいろね、観光地ということもあって、観光でいろんな企画やるんでしょうけどね。ネオンとかもね、協賛とかあれしてるんでしょうけど、まあ一部は皆さんの税金でねやるんでしょうけど、はい、なんかトニーちゃんかな、なんかいろいろ、なんかとにかくあの夜になると、あ、競馬場ですか、光の迷路、すごいねこの木。一回あれでしょ、これ切ったけど、 切るといろんなところが出てくるから、それでまた大きくなったってことでしょうね。すごい、素晴らしい。欅さんすごいですね。あ、いろいろ今、ホテルにいると Wi-Fi がつながるので、賢く生きるガンガン上げてます。はい、今日明日で上げます。で、その中で自然の恩恵を受けるとかあるの、要はこういうことです。ここまで大きな公園じゃなくてもいいんだけど、木にこう、木さんありがとうとかさ、あとは寒くなければこれ裸足になって、こういうところにアーシング、大地に足をつけて、体に溜まっている電気を放出するってことです。あれ、これ入っちゃいけないのかな、でかっ。いやー、いいですね、息がない札幌で。あと2日ぐらい言うのかな、2日いて、登別の知り合いのとこに行って一晩泊めていただいてから帰るかな。ねえ、明日10日支払い、ちょっと予算よりも予定よりもっていうところがありますけど、どうなることでしょうか。まあそれよりもやっぱり賢く生きるとかあげないとね。それあげてから、今日は私も情報を見ながらお伝えしないといけないことがあります。1月1日から何かが実行されるものがあって、それを今ガンガン皆さん電話とかしてもらわないとそうなっちゃいますよっていう、ちょっとまだそこまで見てないんですけど、見ながらお伝えしたいと思います、後ほど。あとは関東の方も、今日は天気の時が危ないんだって。雨が降る時は、雨が降ってる時は地震って起こさないらしいですよ。天気の時が危ないらしいですよ。なのでお気をつけなられてね、備えあれば憂いなしというのは、心が一番、心の問題ね、心の問題、
何があってもこれは必要だから起きていることであって、私は大丈夫というね、強い気持ちがないとね、まあ、生きるってでも本来そういうことですからね。ああ、なんか全然寒くないんだもんな。これダウン脱いでも寒くないだろうな。きっとやってみましょうか。なんか都会だけど自然も見えるから、まだ札幌っていいのかな。あそこ山とか見えるもんね。まあただ駅周辺とかは行かない方がいいんじゃない。倒れた人もいるし、やっぱ頭痛とかもあるらしい 5G、ね、そんなの大丈夫と思ってる人はね、被害があったりするわけですよ。気をつけないといけないねっていう気持ちがある人は気をつけようと思うから大丈夫なんですけどね。あ、雪が降った時にほら木が倒れないようにカバーしてますね。ベンチとかないのかな。ベンチが見えません。あ、でもいいねこの葉っぱ。マンハッタン行った時もね、セントラルパークとかね、オータムインニューヨークって感じですよね。オータムインニューヨークはどうなっているんでしょうか。ほら、だってこれだもん、この長袖のコットンパンツだっけ。あ、幼稚園生マスクしてる？見えないけど。6分7分。はい。いや気持ちいい。なんかいろんなことがやっぱり、あ、まあ自立成長か。やっぱりあのメッキは剥がれていくんですね。どんなに偉そうなことを言っていても嘘はつけない。メッキは剥がれて信用なくし、失礼な人は失礼な人で、ちゃんと自分で自分を表現してるわけですよ。それを先生だからとかね、そういうところで最初からそう思うわけじゃん。先生は偉いとか政治家は偉いとかさ、そういうフィルターがあるから。だって一人間としてどうかなと。人はちゃんと自分のことを表現してます、よく聞けば。でも聞く耳がまずもうほら目で追うばっかりだから、だからこの自立成長大人塾は聞くっていうことが一番のなんていうの目的なんですよ。聞くなんで面白いもん、私たちからすると。で大体はじゃあ人をね、短い時間で判断しないといけないコツ、見極めのコツ、わざと反対意見とか言って怒らすこと、怒らしてみるんですよ。そうするとその返ってくるリアクションによってわかるから、うん、だからワンマンの人とかは、なんだお前私に向かってそんなこと言うのかよとかさ、もう女の人でもそうよ、失礼な人ねとかね、で上から目線でとか、上とか下とか考えてる時点でもうあんたら終わってんだよっていうこと で上とか下とか勝ちとか負けとか、大体は男の人だったら、いや、いっぱいあったな、権力者とかつまんない社長とか会長とか政治家も、大体はだからちょっと怒らせてみるんですよ。反対意見言ってみるの。いろんなセリフあったよね。使用人にそんなことやりたくないわとかさ、なんだ俺に指図するなとかさ、えジュースどこにあるの、あそこにありますよって言っただけでさ、なんか俺に指図するな、ちっちゃな社長とか、大体男の人はちっちゃい人は、皆さんが敬ってるような会長社長レベルはちっちゃい人が多いですわ。本当に男の人の前、会社の人の前では偉そうなこと言ってるけど、対人間で見た時には、それがねやっぱりいろんなことでメッキが剥がれて、ああ思った通りをね結果として出てくる現在。私には滑り台が見えたけど遠い。ああ見えたけど、ああよかったね。バイバーイ。
うわ、えらいえらい、マスクしてない、えらい、先生たちえらいぞ。子供にマスクは虐待だからね。はい、ということで、まあ、そろそろお時間、10分になりましたので、皆さん、終わりよければ全てよし、年末ね、2021年、ぜひ、あとまだまだありますから、見極めて、もう自分にとって必要ないと思うものはどんどん断捨離をして、新しい自分になることをお勧めします。というところで、紋別母ちゃん札幌からお届けしました。ごきげんよう。本当の自分で生きよう。